マッチが送るスペシャルコーナー。はい、いつもですね、はい、マッチのですね、はい、マッチカードアドベンチャーをしてやる子なんですけれども、はいはい、今回はですね、はい、バレンタイン直前ということで、はいはい、なんとですね、本音がわかる恋愛心理テスト、うん、おね、ちょっとやりたいと思います。これはですね、うん、あの去年からね、あの私の方がお見合いパーティーをねプロデュースしてきたんですが、なんとですね、もう半年でカップルがですね、77組77来てる。ほんまなんで、これまた縁起のええ数でしょ、うん、あ、そうや、狙ってできるもんじゃないんですけど、そうですよね、半年トータルしたら、おお77やん、すごい。まあそんなパーティーの中でね、たまにこう使ってる、場をね、あの和らげるテストとしてやってるんですけども、これをね今日は皆さんとね、ちょっとやっていきたいなと思います。なるほど、はい、本音が見えてしまいますけれどもね、皆さん心構えはいいですか？オッケーです。今から問題を読み上げていきますので、4つ答えを言います。この4つの中から1つ皆さんね選んでくださいよ。なるほど、いいですか？では第1問、はい、あなたは窓から紙飛行機を飛ばしました。うん、はい、さてその紙飛行機はどうなりましたか。うん、1、うん、強風に煽られ部屋に戻ってきた。うん、2、すぐ近くの電柱に引っかかった。うん、3、通りの向こうのビルの屋上まで届いた。うん、4、見えなくなるほど遠くまで飛んでいた。うん、おー、あー、わかった。さて敦何番。僕3ですね。3、うん、安でしょ。あ、3なんやったんですかね。通りの向こうも。あ、3です、3です。え、3でした、うん、屋上でしちゃいましたっけな。そう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 。ね、ノブさんは。僕4。4。なるほど。あ、見えなくなっちゃったんですね。はい。すごい推進力。では、この問題ですけども、はい、恋愛のわがままどチェックがわかる、うん、質問になってます。うん、わがままど。恋に落ちたら迷惑を考えずにあなたは突っ走れるかどうかですね。あ、なるほど。さて1を選んだあなた、うん、わがままど1、うん、恋のためでも上司の誘いが断れないタイプですね。あ、うん、そんな価値観もありますね。2、すぐ近くの電柱に引っかかった。これを選んだ人はわがままど3、うん、恋のためでも友達は裏切れないタイプ。あ、いいですね。あ、いいっすね。誰もいませんね。さて淳と安志が選んだ、うん、通りの向こうのビルまで、うん、の屋上まで届いた、はい、これを選んだ人、うん、わがまま度7、お、うん、恋のために仕事をキャンセルしてしまう人、うん、注意しないとですね、うん、周りはかなり迷惑しているということですね。怖いね、なんか、うん、さあ D を選んだノブさん、うんうん、わがまま度9、うん、高いな。恋のためなら会社も潰す、うん、上司がこれならかなり危険信号が出てますね。ノブさんには気をつけてくださいよ。演歌の歌詞みたいね、なんか芸のためならみたいな、そう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 、そんな感じですね。すごい、突っ走ります。さて第2問、はい、いきますよ、はい、結婚式のパーティーに出席したあなたは、うん、ワインで乾杯しました、はい、うん、さて乾杯の後ふと新郎のグラスに目が止まりましたが、うん、さてそのグラスにはワインはどのぐらい残ってましたか。ああ、もう、うん、分かった。分かった。何でも状況想像できた。浮きました。うん、できました。1番、ちょっと口だけつけたままでほとんど残っている状態。うん、2番、半分ぐらい残っている。うん、3番、あともう一口ぐらい残っている。うん、4番、全部飲み干してグラスは空。うん、さて、あずし。僕1ですね。おお。やすし。2。のぶさん。3。分かれましたね。分かれましたね。分かれちゃったね。うん、さて、1番選んだ、あつし君。はい。これはですね、はい、恋に落ちてしまう速さのチェック。あ、お、うん、はいはい、燃え上がるまでにあなたとどのぐらいの時間がかかるかという。ああ、なるほど。言いますよ。はい、1番、あつし君。ちょっと口をつけて、ほとんど残っている状態、うん。とても慎重で安全志向な人。うん、あ、分かるわ。そうなん、そうですね。僕、なかなかね、行かないですね。あれ、そう、へえ。スタートダッシュどころか最初の一歩が踏み出せないと。あ、かもしれないですね。真逆な印象がね、ありますね。真逆な印象。まさに裸にされてますね、今。うん、されてるね。いや、まあまあ、僕の場合は行かないだけでね、その、ややこしなのか行かないだけで、もう体を奪っとんで。さて、半分ぐらい残っているやつじゃね。はい。なかなか燃えないタイプ。あ、スタミナ温存で、後半一気にスパートかけるのが得意。タフなハートの持ち主。おー、おーてますわ。おーてるおーてる。おーてるおーてる。おーてる。
あと一口ぐらい残ってる選んだノブさん、はい、恋をするとあれよあれよという間に盛り上がるタイプ、うんうんうん、トップスピードに乗せるのが上手い人、うん、おすごい、あ、すごい、あら、お当たってます、ね、当たってる、当たっと乗せる上手いも、4番誰もいませんでしたが全部飲み干している人、うんうん、いきなりスピード全開スタートに全力を集中させるタイプ、面白いな、うちのディレクターさんちゃうんそれ、その分終わりが来るのも早いな、ディレクターさんちなみに何番やったんやろディレクターさんは何番やったんすか、何番すか、いや答えを聞いてから、ああちょっと言ってもらいましょうかね、多分4位は思うけどな、時間大丈夫ですか、大丈夫ですよ、あと 1,2 分あるんちゃいます、そうです、行きましょうか、うん、あなたは魔女を怒らせてしまいました、そしてある動物に変えられてしまうことになりました、はい、うん、さて次に挙げる動物の中でこれだけには変えられたくないというものを選んでください、うん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 、1番豚、うん、2番ロバ、うん、3番ヘビ、うん、4番犬、うん、決まったな、さてアツシ、僕豚ですね、1番、よし、僕ヘビですね、ヘビ、うん、3番ですか、うん、ノブさん、僕も1やね、ほう、うん、さてこれはですね、はい、恋人への条件、うん、あ、条件、条件、うん、相手を選ぶときに何を重要視をしているかという、あ、これが分かりますよ、いきますよ、はいはい、豚を選んだ、はい、アズシとノブさん、はい、豚はですね多産、たくさん産むね、うん、食欲、経済的を表しています、つまり重要なのは相手の経済力、あ、見かけなんかは二の次とにかくお金が一番、おお、やらしいね、金金金というね心の声がなんか聞こえてきそうですね、まあ世の中金だし、裸になってもたな、もう丸裸やね丸裸、金持って女来いよ、うん、さあ2番はおりませんでしたがロバを選んだ人、はい、体のたくましさを表すロバ、あなたが重要視するのは相手の丈夫さです、とにかく体は資本、健康でバイタリティあふれる人を選ぶ傾向にあります、うん、次3番ヘビを選んだヤスシ君、はい、刺激的な存在のヘビを選んだあなたは、うん、性的な魅力を重要視しています当たってる、当たっとるな、ルックス重視もこれですね、あ、そうですね、うん、色っぽさがないと惹かれないと、なるほど、ということですので、うん、相手に振り回されないように気をつけてください、はい、素直やなさて4番誰も選んでませんでしたが水野さん、誰か選んだ人いましたでしょうかね、うん、犬を選んでしょ、よくぞこれを選びました、はい、お、あなたは最高、うんうん、その最高はここにいませんが、はい、愛こそ全て、うん、愛さえあれば OK な人です、へえ、彼や彼女がですね、うん、これを選んだら抱きしめてあげてください、うん、あ、そうですね、うん、犬はですね優しさの、優しさとかね愛情の象徴ということなんですね、はい、うん、じゃあこれをね聞いた人、はい、ぜひ抱きしめてあげてくださいね、そうですね、はい、はい、ですね、恋愛心理テストでしたが皆さんどうでしたでしょうか、楽しかった、楽しかったです、もし裸になった、裸になったね、オリーブ脱いでもうた俺運動し外してもらった心のブリーフ脱いでもうた、スタジオは大変なことになってますけどねまあ恋愛テストということで、ね、当たるも発見、当たらぬも発見、はい、これが全てではありません、はい、一つのお遊びと捉えていただければと思います、はい、ではですね皆さん幸せなバレンタインデーをこれからね迎えていただきたいと思います、以上本音がわかる恋愛心理テストでした、今日は印刷新宮、老舗の印刷会社、印刷何でもお任せください、頑張りますよ、明るく元気で今日も印刷、時代の先端をお届けします、歴史が築いた新宮のブランド、印刷デザインのことなら今日は印刷へ、サブミッションノブのゲームやってますか、
はい、今週もやりましたノブのゲームやってますか、はい、コーナーですけども、はい、前回ですね、うん、昨年末年始のですね、はい、目玉商品であったゲームソフト、うんうん、カプコンから発売されたモンスターハンタートライ G の紹介をちらっとさせてもらったんですけど、はい、今回もですね、うん、昨年末年始商品、年末商戦の、うん、目玉の一つであった、うん、今日はですねゲームソフトではなくて、はい、ゲームのハードの方、ゲーム機本体なんですけど、なるほど、これの紹介をねちょっとしてみたいなと思います、はい、例年ですね毎年年末商戦というのは、うんうん、大体各メーカー注目の大きなゲームソフト、うん、ビッグタイトルと呼ばれているもの、はい、大体これが出てきてすごい大変な盛り上がりを見せるんですけど、うんうん、めったにこの本体というのは出てきません、まあ、当然モデルチェンジのサイクルがありますんで、はい、例えば各社が今出している機種の、うん、色違いとか、ちょっとこうね、うん、寸法がちっちゃくなったよとか、うん、そういうマイナーチェンジはよくあるんですけど、うん、完全な新機種というのは本当に 5,6 年サイクルぐらいなんですね、うん、で今年その2011年は、うん、去年2011年は、まあ、いわゆるその新機種の当たり年というか、はい、実は2月にも任天堂の 3DS が出てましたし、はい、でこのその12月、今回紹介する12月の17日、はいはい、にソニーから発売になったのが、その名もプレイステーションビータ、うん、はい、こういう本体がね発売になりました、はい、でこの位置づけは実はずっと発売を続けていたプレイステーションポータブルというね、うん、ゲーム機、これのね、はい、後継機に当たるというふうな位置づけになります、うん、で今日はねリスナーの方にはちょっとご覧いただけないのは残念なんですけど、うん、今日スタジオにね、うん、実機を持ってきました、はい、うん、こういう感じです。で形はね、もうご存知の方も多いと思うんですけど、うん、いわゆる形はこうオーバル形状、はい、ね、似た形をしてて、真ん中にゲーム画面があって、左右にまあ操作のね、はい、できるボタンとか、うん、ジョイスティックとかそういうのがついてる形状、うん、これはまあ大きく変わらないんですけど、はい、やっぱりね圧倒的に違うのはね、やっぱり鮮明度、画面の鮮明度が大きく違います。 PSP やから古いわね。そっち、そう、 PSP の安っせんもんって古い方持ってるからそういう古い方やね。切れられなあかん誰に分からんのかな。新しいそのビータの方は、はい、基本的にですねタッチスクリーンなんですね。だからいわゆる今スマートフォンとかね、うん、皆さん持たれてると思いますけど、うん、もう本当にそういう操作の仕方ですね。でね、いろいろこう、プレイするというね、ゲームもこんなことなった、なってますね、タッチパネル、タッチパネルっすよ。でこれの特徴はね、スマートフォンはその画面を触っていろいろスマートフォンとみたいな形で操作するんですけど、うん、一番の特徴は実は背面にタッチパネルがあって、はい、このゲーム機の裏からでもですね、はい、触ると中のゲーム画面に影響が出るという ねそういう操作方法もできるんで、すごい、裏触ってやすっさん今何にもなんないかもしれないですけど、そうそう、手つきエロい、対応してる、手つきエロいから裏触る、対応してるやつね、エロい、その触り方はねちょっと問題ありますけどね、撫でんな、そうやって、でもそういうのね珍しいでしょ、 ね、 これすごいね、今までない形でしょ、うんうん、全然前行かれへん一歩も動かれへん、ヤスさんやってるけどね全然操作がねどないすんのこれ、うわ、すごいボタンがいっぱいあって、はい、もうねこれね操作でけへん、ゲーム慣れてない人、出た親父のセリフや、いや無理やわこれ、最後にだいたいこう慣れるの大変やね、飛び出てるスティック系があるんですけど、それをまあだいたい触ればだいたいのことはできるんですけどね、あ、なるほど、でこれね、ビータ、まあ新しく発売されて後継機と言われてるんですけど、うん、はい、ここでね勘違いをね、うん、なさらないようにね一つ注意点があります、はい、今ずっと例えば PSP を今まで持ってはった方が、うん、あ、ほなもう新しいの出たし、うん、ちょっと買い替えたろうかという形で、例えば新しいの買って前の方のやつを、うん、例えばどっかに売り張るとか、うん、誰かに差し上げるとかいうことで手放しちゃうとですね、はい、大きなそこで誤解が生じます、はい、というのが従来の PSP という形は、うん、実はゲームソフトがですね、UMD という形で、はい、実はこの背面スロットの中にこういうねメディアが入ってたんですけど、このね基本的なメディアのこの形が
このビータにはですねこのスロットがついてないんですね、うん、だから、はい、PSP を持ってて遊んでた方がビータに完全移行しちゃうとですね、はい、今までですね遊んでたゲームが一切できなくなってしまうので、はい、これはね別物とそうですね、うん、だから後継機というものの一応別物と捉えた方がいいかなと思われます、うんですからこれはね、皆さん誤解のないようにしていただきたいなと思います、はい、ただねうん、いやでもビータは本当ねでもそれをねもう凌駕するほど本当にすごい機種なんで、うん、これからねどんどん新しいゲームソフトも多分出てくると思いますんで、なるほど、ね、今後はすごい期待できる。マッチが燃えない本気でやってるけん本気でやってえいやゲーム俺初めてやね。あ、初めてなんですか。あ、そうなんですか。いやこんなあ僕も初めてです。あ、ちっちゃいやつ、うん、ターン初めて、うん、あ、そうなん全然いや僕も初めてないですか、うん、全くない。あ、そうなん。ファミコン以来ぐらい。マジっすか。一緒ですね。あ、そうですか、うん、ファミコン以来。うわごめん嘘ついた。プレステやわ最近やんけ割とプレステ1はプレステ1、はい、だからこのね携帯型って言われてるもの、うん、だから普段やったらテレビの前にねコード接続して、うん、テレビの前に座ってやるようなゲームが、うん、ね据え置き型と言われてるタイプですよ ね、うん、今こういうね高性能のやつが携帯型としてね、うん、出てるってのはすごいですよ。ちなみにビータはですね、はい、これ紹介しておくと、2タイプ出てます、うんうん、1つはこっち実は違いというのはですね通信の仕方が違うんですけど、はい、1つは携帯電話回線、はい、俗に言う 3G 回線と言われてる、この回線と、はい、それから無線 LAN、はい、Wi-Fi っていうのがありますね、はい、が両方が使えるタイプ、うん、これが今ね 29,980 円。で、この携帯回線がないやつ、うん、普通の無線 LAN だけの対応のものは 24,980 円。うん、これでね今全国で発売しています。非常にね高価なもんですよね。ほんますね。だからこれ携帯型なんでね普段いろんなとこでできますよっていうのが売りですけど、はい、やっぱりねホールド制っていう自分の手しかないんで、はいはい、パッと手が滑ってあーなんて落とすと偉いことになりますね。非常に高価なもんなんで偉、はいはい、いことになりますんでね、うん、あ、そうなんですか。ちょっとねそういう意味ではこう手軽さという面では怖い、ね、だんだんちょっとかけ離れていった感があるんですけど、まあでもよりね高性能に上がっていくことで、まあ、どんどん面白いソフトがね、うん、より楽しめるっていうところではねいいんですけどね。ないんやねいやもうゲームのね、はい、操作をしてると、うんうんジャンプするんやね。まあアホか。マリオでもジャンプ。スーパーマリオでもしとったわジャンプぐらい。海泳ぐよあれ。ないんや。海泳ぐよ。まあそう、はい、そうやけどね。だからまあこういうねゲームね本当、はい、今子供さんなんかがね、うん、持たれてますけど、まあ、非常に高価なんで、うん、十分気をつけてね、そうですね、いただきたいと思います。はい、いけそうで、また次回は注目のゲームソフト等をまた紹介していきますんで、はい、またよろしくお願いします。はい。はい、はい、エンディングのコーナーです。えっとね、もう今日もあっという間でも皆さんとお別れしないといけない時間も近づいてきましたが、はいはい、ね、今回バレンタイン前ということで、うんうん、恋愛のイベントありの、うんうん、ね、熱いふんどしの話もありので、うんうん、2月14日からね、ちょっとどんどん攻めてきたんですけど、はい、どうですか、マッチとしては、うん、バレンタインの方はもらえそうな当てとかは、うん、もらえそうな、はい、チョコレートとか、うん、それを今模索中ですね。ね、模索中な。もし、いやチョコレート甘い好きじゃないんやけど、甘いも好きじゃないですか。じゃいやけどもやっぱりこうなんかね、一つでも二つでもどうぞみたいなね。嬉しい。大体みんな去年何個ぐらいもらったとかあるんですか。うわー覚えてないな。うわーそんなあんまりでもすないですか。ないね。何個とか覚えてません。ないね。アバウトですね、うん、僕もあんまりね個数では管理しないんですけど、まあ、キロで言うたらまあ何十キロ単位かでちょっと管理してるんですけどねってのはあったんですけど、まあまあね、まあ、こうで数えるやつらもなんか幸せかなみたいなのあるんですけどね疲れちゃってなんか、ね、なんでそう、なんかそこ広げてもらえたりとかないですか。あその何十キロもあるのに持って帰るのどうするのとか、うん、どうするんですかムカつくな。この顔ムカつく。どうするの？その顔やめろ。ラジオやからって思う。
本当にノブさんとかはどうですか、あのちょっと今日ちらっと出ましたけど、あの、ええ、ふんどしの方とかは、うん、僕下着ね最近、はい、凝ってるんですよ。あらまあ、ふんどしは買わないけど、そうですね、うん、あの結構ほら1枚1500600円ぐらいするね、うん、あのそれこそボクサータイプのね、あ、うん、有名メーカーのね、はいはい、うん、2ヶ月に1回ぐらい買ってみたりね。なえなんで急になんなんすか。めっちゃドヤ顔しだした。急にドヤ顔しだしたけど、うん、どういう意味のドヤですかそれは。俺はその1500円のパンツを履いてるんだぞっていうドヤ。1500円でドヤなのか、2ヶ月で1回がドヤなのか、どっちやったんかな、どっちやったんかね。今2ヶ月に1回は履き替えすぎでしょ。ほんまね、好きなんですよ最近。あ、どうですか履き心地は。いや最高ですよ。あ、やっぱそうなんですか、うん、何派なんですかけど。何が、ボクサー、ボクサー、あれボクサータイプ、ボクサーですね、うんうん、いや僕もねボクサーなんですよ実は。ふんどしちゃうんかい。え、ふんどしやろ。それはできたらいいな的な、できたらいいな的な。そうそうそう、夜はノーパンやけど何年の時。気持ち悪い。36歳がノーパンやでも気持ち悪いだけやで。もうやばいって。いやセクシーさあるやろ。ないやんか。ノーパンやで。あんたもっちゃもじゃやんか。何がわかんねん君に俺のもじゃもじゃ。俺見てるんやから。もじゃもじゃの何がわかんねん。見せられへんぐらいもじゃもじゃやんかあんた。時間は夕方やから。いやいやいや、夕方のバレンタイン前やからやめて。夕方の、まあ、こんなもじゃもじゃで終わってええの。まあ、やすごいやん。なんか大体男はね、うん、やっぱ毛深さっていうのはこうやっぱワイルドさに繋がるから。そっち、そっち、逆に。あ、そっちダメですか。あ、ごめんなさい、うん、まあまあそういうね、うん、何の話なんですか。ふんどし。ふんどしはオープニング。ふんどしはオープニング。バレンタインのね、あのみんな何個もらえるかいうことでね、うん、なおなおにあげたい女の子って多分いると思うんですよ、リスナーの中にも。僕らに渡す時のその渡し方とかもちょっと告知しときたかったんですけど、うん、あ、どうぞ。とりあえずまあ、大したことないですけど、まあ、元気さんの方にね、わからなくて持ってきてもらっていいかなと思って。あんたここ拠点に使おう。元気の迷惑や。書箱みたいな。元気のポストにチョコ入れといた。もうそこに入ってチョコも全部俺のもんやから、もう入った瞬間全部。あとはちょっとここは東にある郵便局のポストね、うん、そこも14日は一応僕へのチョコレート用にするから、うん、そこにポストに入れてもらったチョコはもうみんな俺のもんやから、うんうん、後で回収に行くけど、うん、あれ鍵とかどうやって開けんの。そんな心配いらんわ。いや、けど一応回収用にしよう思ったけど、開ける時とかどうしようかな思って、郵便局心配してるんですか。郵便局に言うとかんでんかな思って、そのチョコ用バレンタイン用なるからみたいなくだりをね、うん、何郵便局ですか、あと横の。もうええやろ、妄想。もうええ。なんでエンディングで怒られなあかんねん。なんでエンディングでそんな話しようかな。あつよ。まあまあね、そういうことで、もうなんか閉めるわ、もう気分悪いから。みんな待ってますからね。まあ、そういうわけで、夕暮れナウナはね、はい、番組の感想、質問、ご挨拶などね、ご要望か。皆さんのお便りお待ちしておりますんで、番組の方に、ね、メールをください、はい、メールアドレスはね、n.himeji@gmail.com n.himeji@gmail.com ですんで、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました、うん、皆さん、ラブラブな話に付き合っていただきまして、はい、どういうことですか。また来週、また来週。この放送はプロリフォームショップトスモ姫路、株式会社京和印刷、大和美術印刷株式会社の協賛でお送りしました。